お、来たー。なんかバグ多いらしいからな。来たー。来ましたよ、皆さん。人狼 e スポーツに。なんかね、バグ多いらしいからね。占いだ。来たー。初日占いないからね。で、回避はありだよね。間違いないよね。回避は、絶対した方がいいな。バグを人狼札から取り入れたと噂の、この人狼スポーツ。あ、スキップ押さないといけないんだ。これ分かりづら。クエスチョン。自分は怒りっぽいタイプだと思う。入江くんおるやん。入江くんおるやが。はい、植物です。市民です。あ、聞こえますか？あ、入江くんです。よろしくお願いします。あ、どうも、プップです。あ、一人ずつやってる。よろしくお願いします。市民です。自己紹介して、ちゃんと行こう。あ、偉いね、これは。はい、神戸です。市民です。お願いします。あ、モニカ恐怖症です。声聞こえてますかね？なんか聞こえないことも多いらしいんですけど、聞こえてたら後で教えてください。モニカさん、Day one、Debate。なんかモニカさんの声が聞こえてないっぽい。やっぱりな。聞こえなかったし。出た。聞こえないんだ。想定内だな。想定の範囲内だな。Day one, debate. あ、聞こえますかね？あ、聞こえますよ。大丈夫です。あ、すいません。ありがとうございます。あれ、モニカさん、人狼だったら今言っちゃって大丈夫ですけど、どうですか？いや、人狼なわけないでしょ。で、どんな感じですか？話し合いはまだ全然やってないですか？あ、全然ですよ、全然。あ、了解です。とりあえず音確認みたいな感じです。ありがとうございます。で、これ多分あれっすよね。とりあえず投票しちゃって、で、集まった人が占いだったら出てもらえばいいんじゃないですかね、これって。あ、そうです。そうします？多分占い釣りが一番やっちゃいけないことだと思うんで。取り消しできるみたいなんで、とりあえずなんとなく投票してみました。誰やめてくださいよ。え、なんか声怪しいですね。入江くんさん声怪しくないですか？なんか今の入った時のなんか感じすごく怪しいなと思った。誰っつって怪しくなかったですか？今これスムラですよ。これスムラとか言っていいんですかね？スムラですよ、これ。まあ、ダメなんですか？占いも人狼もスムラですって言うんじゃないかな。これは分かんないけど。やめてって。本当の俺スムラだから。っていうことなんで。誰ね、こんだけ、ね、まず集まるのでおかしいでしょ。間違いなく俺に入れた人に人狼いますよ、これ。今、3名入れた人の中に人狼いますよ、間違いなく。私入れましたよ。私便乗で入れました。でも全然一人なんでね、 LINE とかもないし。私入れましたよ。2票目に入れましたよ。私俺入れてない。これ絶対あのカピゴンマルさんかモニカ恐怖症さんですよね。人狼多分。いや、じゃあ入江さんが占い師じゃないっていうことがつけたんで入れました。はい。ああ、そういう、なるほど、そうなるのか。まあそのための投票ですよね。その占い師を占い師使用した人は釣らない。いや本当スムラですよ。僕ただの占い師ではないです。違います。まあでもこのまま、うん、占い師じゃないって言われたらそのまま釣りになるんじゃないかなと思うんだけどな。それでいいと思いますよ。ええー、
今日釣るんですか？嫌なんですか？ね、嫌なんですか？もう使うしかないなこれ。何これ、何これ、ちょっと待ったっつって、あがめっちゃ笑う。何これ、なんか入ったけどかっこいい。ちょっと待ってくださいこれ。これ俺ほんとガスのスムラだよこれ。今初めて来て、これメタいいんですよねこのゲーム。メタ、まあメタっていうか、いやいや今破綻してると思います。だって初めてなのにちょっと待ったって使いこなしてるから破綻してると思います。ダメだ俺、あれ見るたび笑っちゃうわ。え、なにか神ゲーじゃんこれ。ちょっと、いや、まあ、確かに今のはそうだな、確かにだな。メタにはメタで返していく。まあ、村ならごめんなさい、さんまさんじゃない、入江さん、村ならごめんなさいってことで、うん、しょうがないです。何ちょっと待ったって。どうしたらいいんですかね。とりあえずこのまま進むんだったら、まあ、スキップをして進んじゃいましょうかって感じになりますけど。あ、そっか、動かないってあったら、そうですね、スキップでいいんじゃないですか。なんか弁明ないんですか。これみんな知ってます、あのプレミアムリーグになったら1試合ね、あの120円かかるらしいんですけど、続けます。え、何それ、どういうことですか。さあ、レベル29までが無料な、いや、120円で、30から120、俺もな、あの1万円分課金してます。マジっすか、すげえ。俺しかいないってことないですよね、プレミアムリーグ以上やるの。いや、もう買ってくださいね。でもジュエルを一人でね、やればいいじゃないですか。だってそれだったら。もうほんと俺だよ、俺ガチでスムラだよ、ガチでスムラだから。そう、突っ込む判断が早くないですか、一番すげえ。お、割れた、ガチでスムラですよ。なんか表情割れたの。多分俺はカビもんまる。え、これはどういう表の動きなの。俺もスキップしちゃったんだけど。俺絶対カピゴンマルさんがモニカさんだと思いますよ。え、俺になるんだこれ。じゃあ明日占ってもらえばいいじゃないですか。じゃあそれだったら。ラストオブザ、え、短っ、時間短っ、何にも言ってないやが。あ、なるほどね。投票が見れると。ゲームセット。何なのこれ。終わったんだけど。何で勝てばいいの。さっきもね、終わったんだけど。最初に、最初に入江さん入れた人誰、その人が MVP でしょ、これは。なんとなく入れただけです。モニカさんじゃ入れます。違う、プップさん、プップさんだ。あ、そうですね。あ、じゃあプップさんの声だ、プップさん。完璧に。最も論理的で説得力のあるプレイヤー、もうこれ入江くんでしょ、これ。いやー、すごいね、便乗されちゃうとあれはどうしようもないですね、お金。この入江くんでしょ、これ。会話を和ませた。相手をじ、モニカさんだと思ったなぁ。いや、どうもありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。神ゲーじゃねえか、これ。なんだ、この神ゲーは。占えなかったんだけど。いや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 。神ゲーじゃん、これ。ちょっと待ったっつって。神ゲーじゃん。